本日の感染者数、最高値を更新してきました。1000人単位で増えているのが恐怖です。緊急、チェンマイで新しいクラスターが発見されました。チェンダオ地区、ダートバイクによるグループ旅行。累積15人となりました。チェンダオ地区でオフロード旅行グループが1人が感染したのち1日で14人へ感染拡大、計15人の累積感染となりました。織物の町が危機、2年間続いている COVID-19 の流行状況はサービス部門、観光部門が回復する兆候がないことを明らかにしました。ワロロットの門族市場では観光客ツアーはほぼいないため、昨年末より屋台は閉鎖しています。織物製品のほとんどが日常生活で使用するものでなく、お土産で消費してもらうものであるため生き残っていくのが非常に困難です。現在クイティアオヤやコーヒーショップの開店など地元の人々への販売をさらに重視するなど、他のことへ目を向けていくとのことです。RPM グループは自動卵選別機を使用して、すべての卵は紫外線で殺菌されているため安全です。地元の保健機関と協力し COVID-19 蔓延を防ぐための厳しい管理体制を敷いています。1、14日間会社を閉鎖します。2、検疫等で負担がかかった従業員には援助いたします。3、会社の近くのコミュニティに出入りする人を管理追跡します。以上、チェンマイニュースでした。引き続きチェンマイ散歩をお楽しみください。
Thank you.